こんにちは。公式戦2試合連続で同じような退場をしてしまいました。岩田にいたギレルメと同じ匂いがします。アビスパ福岡のシャヘブ・ザヘリーです。こんにちは、加藤です。ということで、ね、本日はね、YBC ルバンカップファーストラウンド第3回戦のね、ブラブリッツ・アキタ対 RBX に方の試合が行われまして、0対2で我らが RBX 味方を勝利しました。よし。ということでね、本日も、 秋田、そして新潟の、ね、方、あのー、試合の感想だったり、まあ、戦術面についてのお話をしていこうかと思うんだけど、いや、まずね、まずのは何より勝ってよかったね。うん、まあまあいつも通り秋田の方から話していくんだけど、安心してくれ。あの、秋田のに関しては J1 のチームほど情報量っていうのは、あの、まあまあある、あるけど、そんなに J1 のチームほどないから、あの、長くはならないから。うん。秋田ね、やっぱ、うん、本当にまあ、 ね、442で、うん。まあ、FC 町田ゼルビアってちょっと似たサッカー、うん。まあ、町田の介護官って言ったら、まあ、ちょっと秋田には失礼なのかもしれないけど、まあ、ロングスロを使うし、まあ、結構ロングボールで、あのー、前線に放り込む、放り込んでっていう感じのサッカーを展開してたねで。も意外に繋ぐときは繋ぐし、だからそういうとこもね、あの、ちょっと町田に似てたなっていう、えー、俺の印象だったね。で、その中で二人印象に残った選手いたね、うん。 えまずボランチのね、6番だったかな。諸岡。うん。まあ、諸岡確かね、秋田で、普通にリーグ戦でも主力の選手で、うん。この選手本当に、ボールダッシュ能力ってのも、あの、結構ガツガツね、いく選手だったし、あと、意外に前世の、あの、パスの配球っていうのが、あの、良かったね。うん。体も結構で、ごついし、まあ、27歳とかだったから、うん。 このまま結構活躍すれば、J1 に、あの、行けるんじゃないかなっていうのは思うし、新潟にも結構欲しい、欲しいなと思っちゃった選手はね、うん。あともう一人、あのー、左のね、サイドバックで言塚浩ハチスカ・コうん。ハチスカ・コはね、結構、あの、知ってる人多いと思うんだけど、うん。まあ、ベガレタ仙台に、えずっといたね。仙台大学からベガレタ仙台に行って。で、今シーズンからかなえー、秋田にね、加入したと。うん。今シーズンから、昨シーズンか、ちょっとあれだけど。 で、左のね、サイドバックで出てて、まあ、ロングスローとかもね、結構脅威的だったし、うん。あとは、ほんと、1対1の対応とかで、抜かれはするんだけど、最後までね、足を出してね、うん。だから、エータロとか、結構何回もね、抜いてたんだけど、あの、なかなかクロス上げられないって当たっちゃうっていうね、場面が多くて、で、ハチスカ結構粘り強い守備っていうのがね、すごい、あの、33歳だけど、うん。ベテランらしい、 守備をね、してたなっていうのは、あの、印象的だったかな。うん。でも、あの、ね、その、後で言うんだけどさ、新潟サポ的にね、あのラフプレイすんな、みたいな、うん、こと結構あるんだけど、まあ、あの、そのね、やっぱラフプレイと玉際の強さっていうのは、あの、イコールにしちゃダメな、ダメなんだよ。まあ、全く違うしね。うん。だから確かに今日の秋田、ちょっとラフプレイだな、ラフだなって思うし、もう、まあまあ、あったはあったんだよ。まあ、そんなに、めちゃくちゃ多かったわけじゃないんだけど、うん。 だからね、そういうとこはちょっとあれね、見てて怖かったんだけど、まあでもやっぱりそういうガツガツね、行くサッカー、うん。秋田だって今 J2 で、そんなに順位高くないか。10何位とかだったと思うんだけど、まあでもね、全然あの、上位との差っていうのはそんなに、あの、大きく広がってるわけじゃないと思うから、ね、2連勝ぐらいすれば、あの、ね、いつの間にかプレイオフ圏内に入ってるぐらいだと思うから、うん。千葉とかにね、あの、ね、 あのー、福割でやった千葉戦、結構劇的なね、逆転勝利だったじゃん。じゃあ10人じゃなかったっけ、確か。うん。ああいう勝ち方のできるチームだったから、ちょっと終盤とかヒヤヒヤしてたんだけど。いや、でもね、飽きた、うん。普通に、やってるサッカー的には、あのー、ね、悪くはなかったかな。その星を怪我させたのはちょっとあれなんだけど、うん。フォワードをね、あの、収まりもすごく良かったし、うん。結構いい印象だったかな、僕的には。はい、次ね、新潟の話していくんだけど、はい、新潟。いや、まずね、 結果出したね。初出場、初スタメン、初ゴール。うん。まあ、去年のね、ルバンカップのアウェイの福岡戦で青空はね、あの、出てるんだけど。うん。いや、結果出したね。やっぱ素晴らしいよ。うん。まあ、あのゴール以外にもね、あの、彼の持ち味っていうのはすごく見せ、見せれたんじゃないかな。うん。いや、すごいね。本当あのー、大島良太にちょっと似てるよね。うん。そんな大島良太感っていうのがすごくあったから。 いやー、すごい選手を見つけたね。見つけたねというか、うん。上がらせたね。うん。いやー、彼、すごいな <laughs> いや、すごいの一言だった。うん。で、奥村もね、何気にワンゴールワンアシストで、奥村はもう完全にあれだよね。マリノス戦のゴールで、もう完全に自信持って、あの、プレイしてるよね。うん。いや、これからどんどんね、伸びていくだろうね。うん。で、青空、青空すごいよ、彼。うん。あの、こっからね、どんどん。 あれだね、リーグ戦とかもあの着実にね、あのー、積み上げてってね。うん。まあ、今シーズンでもやっぱボランチね、やっぱ数が少ないから、うん、青空、 いいんじゃないかなっていうのを思ったんだけど、まあ、島田もね、うん、今日はすごい頑張ってたなっていう印象だったね。コーナーキックとか、ね、十何本ぐらい蹴ってたけど、まあ、ゴールには繋がらなかったんだけど、別に島田のキックが悪いかって言ったら、そんなこともないなって思ったし、うん。なんなら秋山よりもコーナーキックは可能性感じたよね。秋山いつもニアで引っかかるからさ、うん。島田はそんなことなくて、まあ、ファー狙いで、あのね、あのデンだったりね、が折り返してって感じのね、戦術だからあれなんだけど、うん。 それでも島田いつもね、ちゃんとしたいいところに、あの、蹴ってくれるし、うん。まあ、アンカーのね、今日433気味のね、あの、フォーメーションで、アンカー島田で、うん、結構ボールさばいて、うん。まあ、いつもね、島田言われてるんだけど、今日はすごく頑張ってくれたんじゃないかなっていうのは、あの、個人的には、あの、思うね。うん。今日はすごく褒めたいね。うん。で、あとね、笠井圭介、うん。あのー、ね、東院横浜大学で、今、大学4年生で。 あの、いつだったっけね、内定したの。1ヶ月、2ヶ月前ぐらいに、あの、内定して、特別指定選手で。うんで。今日がね、新潟での初出場だったんだけど。433のね、まあ、インサイドハーフ。うん。あの、青空とインサイドハーフ組んでて。まあ、正直ね、その、連携面っていうのはちょっとあれ、あんまり、あれだったよね。結構、被ってるシーンとかもあったし。<laughs> あの、青空が結構突破しようとして、なんか、ね、近くに火災がいて、ちょっと被っちゃったシーンとかね。うん。 邪魔だよみたいなこと、あの、青空空言ってたけどね。うん。あいうシーンもあったりしたんだけど、あでもね、彼すごい講師で、やっぱ汗をかける選手だなっていう。うん。しかもあの、彼ね、あの、あれなんだよ。関東第一高校出身で、あのせ、全国高校サッカー選手権大会でね、ベスト4まで。 行ったんだよね。関東第一高校。うん。でも、その、コロナの陽性者が出て、出場自体になってね。あの、残念ながらベスト4そのまま敗退になっちゃったんだけど。うん。そんな大会で、あの、河西、確かフォワードで出てて、うん、結構点取ってたと思うんだよね。うん5、5点ぐらい取ったんじゃないかな。ちょっとごめん。ここはちょっと不透明なんだけど。でも、あの、 そう、内定した時に、笠井圭介っていう名前を見て、どっかで聞いたことある名前だなと思って、あの、経歴見たら、関東第一高校だったから、やっぱ、おやっぱこいつだと思って、うんボランチやってんだなって思ったんだよ。うん。で結構その、やっぱ、ね、ボランチで、 ってことはやっぱ8番系の選手なのかなインサイドハーフ系の選手なのかなっていうのは思ったし。うん。でやっぱ今日試合見た感じで、ね、コ講師に走れるし。あとね、1本惜しいね、あの、おしゃれなシュートもあったし。うん。もともとフォワードでインサイドハーフやれ、やってるってことは結構、ね、宮代大成とかさ、あの、上中崎とかさ、やっぱそういう感じのタイプの選手にちょっと似てるなって、あのー、感じたしね。うん。 カ西は結構これから期待していいんじゃないかな、というのは、あのー、思いましたね。うん。で、あとはあれだね。他、まあ、早川とかね。うん。早川とか結構、早川とこロングボールで狙われたりしてたんだけど、何気に粘ったし、アシストしたし。<laughs> 早川は良かったね。うん。ま、あと、阿部、うん。阿部コート良かったね。うん。やっぱり、 ロングスローとかね、クロスとか、あの、ロングボールとかバン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 来るけど、もうちゃんとキャッチして、うん、一回も危ない CM になかったし、弾くとこは弾いて、うん、判断も、あのー、全部合ってたんじゃないかなっていうのは、思ったし、結構、ヒヤヒヤする場面っていうのはなかったかな、そのロングボールとかで。阿部だったら大丈夫だなっていうのを、あの、謎の安心感っていうのは、あの、あったかな。うん。前でもね、星の怪我っていうのはすごく、痛いね。多分あれ足首の靭帯やっちゃってると思うから、 割と離脱は長い。うん。その簡単にすぐ復帰する感じじゃないと思うんだよね。いやー、こうなると本当にサイドバックがね、もういない。そうやと、踏み屋ぐらいだよね <laughs>。さあ、どうするまあ、稲村を左サイドバックで無理やり使うのもありだし。ま、あ遠藤良、トーマスで、マイクル・ジェームスこの辺も無理やり右サイドバックで使うのもありだし。うん。でちょっとね、新潟、負傷者がちょっと多すぎるよね。あまりにも。うん。 あと、長倉をね、ちょっと思ったよりも長く使いすぎたよね。もうちょっと早く鈴木コーチ出してもよかったんじゃないかなって思ったね。うん。長倉でも安定の運動量、うん、延長でもめちゃくちゃ走ってたよね。うん。さすがの運動量でしたね。はい、ということでね、見事勝ったということで、次ね、浦和レッズ、うん。プレイオフラウンドなんですよ、次。で、浦和レッズかと思ったら、まさか浦和10人の長崎に敗れて、 次の相手、長崎になりました。うん。で、長崎戦はちなみに、ホームアウェイということで、多分ね、2戦目がホーム。日曜日にホーム戦があるんじゃないかな。で、水曜日はあっちのアウェイだと。あ、多分思うんだよ。わかんないけど。うん。だからね、結構リーグ戦でもね、好調の長崎。うん。J2 でも屈指の強さを持ってるし。うん。結構、面白い試合になるんじゃないかなと思ってます。ということで、以上言わせてもらいました。次ね、リーグ戦、福岡戦。これに乗ってね、福岡公式戦3連敗中だからね、勝ちましょう。カードでした。